皆さんこんにちは、てつりです。今日は2021年、12月の27日かな、はい、寒いですね。ということで向こう側にやってきましたのは山科の駅なんですけども、ここ山科駅です、はい。そして向こうからやってきたのは12両の新快速電車。12両かな、あれがね、新快速草津行きということで、普段は新快速草津行きではないんですが、新快速草津行きが爆誕しちゃってるということで、いやね、こちら山下駅は湖西線との分岐点の駅ですが、本日湖西線はですね、ほぼほぼ遅延が遅延に重ねて計画運休とか行って、半数がめちゃくちゃ少ないです。それからですね、下り方面はほぼ平常なんですけど、上り方面ですねの列車が、安より向こう行かないということで、新快速草津駅がたくさんできてますね。新快速草津駅で他安駅とか、本当に安より向こう行けないんです今。そしてここは山科駅となります。もうね、線路の上とか銀世界だよね、言ってみればこれ。向こうからやってきたのは下り方面の新快速電車、あちらは、湖西線を経由してきた列車になります。新快速かな、わからないけど、あ、こちら新快速なので、湖西線方面から来た列車ではないです。こんなにたくさん遅れて、これは雪あんまついてないな、さっきのめちゃくちゃ雪ついてたんだけど、これは新快速姫路行きです。223系2000番台この列車、次は京都に停まります。そして京都高槻、それから大阪、新大阪、大阪と停まっていきまして、最終点姫路へ行く列車です。では今回山科駅ご紹介していきたいと思います。で、京都方面に行く列車が、ね、少なくなってきたので、本当は向こう側に行きたいんですけど、ちょっと、京都に行く用があるので向こう側に行きます。いや、相変わらず寒い季節が続いてるんで、ほら雪だよ雪。いや、兵庫県の南の方だと雪を見ることがないです。向いてから来たね。この普通がやってまいります。65分遅れ。
65分遅れで到着してきたね、火星船のやつ。すごいな。このようにして進化策は発射。クシクシ言ってますね。レシート付きじゃねえかよ。すーげえ雪が降ってますね。ということで雪に積もった列車がやってまいりました。じゃあ向こう側行きますか。まあなんかね、めちゃくちゃこう雪の影響で大変なことになっていますが、次は一番乗り場に列車がやってきます。こちら見ていきましょうか。まもなく一番乗り場、列車が通過します。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がり。じゃあこちらの通過列車見を届けてからこの動画を終わりたいと思います。本日大津駅のご紹介でした。大津駅じゃない、山科駅のご紹介でした。まあ、山科通から山に囲まれてるのは正解なんだけど、こちらは京都府になります。なんかね、ご視聴ありがとうございました。皆様さよなら。次回の動画をご覧ください。